料理キッズを目指す海星くんが家族で作れるイケてるメニューにチャレンジ。イケメシ。今日は松岡先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はホットプレートを使った、せーの、こちらホットプレートで作る華やかな料理。スパイシーで夏にぴったり、カレーピラフ&チキン。材料です。ご飯 600g、 鶏もも肉2枚、ヨーグルトやニンニクなどをご用意ください。はい、では最初に海星くん、調味料をこのボウルで全部合わせてください。はい、はい、はい、じゃあ続いては鶏肉をカットしていきましょう。はい、食べやすい一口ぐらいの大きさにカットしてください。はい、ここで今日のイケメンシポイント。はい、カットしたお肉、これさっき作ったお肉のタレに海星くん混ぜてください。はい、よく漬け込む感じでね。はい、はい、ね、このよく漬け込むことで肉に美味しいこのタレが絡む。そうするとまた肉焼いた時に、はい、美味しいねってなるからね。だからよく合わせてください。はい、はい、はい、漬け込んだ鶏肉です。これを今度このホットプレートで海星くん焼いていこう。はい、低温にしておいてもらって、でちょっと油を引いてもらって、皮目からいきましょう。匂いもいい匂いですけどね。はい、じゃあちょっと焼き色がついたか見てみよう。はい、切り返してみてください。はい、はい、はい、そしたらこのお肉をちょっと端に寄せてください。はい、続いてパプリカ。はい、これを入れます。そしてブロッコリー、このまま入れます。はい、はい、今度は海星くん、こっちの野菜を炒めようね。いいよね、ホットプレート料理はね、同時にできるんだもんね。そうです ね。そしたらばちょっと時短をするために蓋を閉めちゃいましょう。はい、はい、はい、いい感じでいきましたね。そしたら見てみよう。はい、せーの、うえ、わー、 そしたらこの野菜を全部このバットに移してください。はい、はい、お肉は先生が取るね、こっちでね。お肉と野菜を取り出したら、ホットプレートをキッチンペーパーで軽く拭いていこう。そうしたらオリーブオイルを入れて、玉ねぎがしんなりするまで炒めていこう。先生、なんかしんなりしてきました。そうだね、いいね。よし、OK、じゃあ次はしめじを入れよう。はい、はい、これもよく炒めてください。はい、いいね、このぐらいで OK です。はい、そしたらば温度を低くします。はい、はい、そしてそこにケチャップ、再度カレー粉。はい、よし、こんなもんで OK。 そのまた海星くん、ちょっと合わせてください。はい、うわ、いい匂い。いい匂いだね。はい、そしたら今度はこのホールコーンを入れます。はい、はい、ちょっとこれも炒めてください。はい、はい、いい感じで炒まりましたね。はい、よし、そしたらじゃん、今日決めてご飯入れます。はい、はい、おーい、海星くん、今度はご飯を混ぜるというより切るような感じで、そう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 、それでよく合わせてください。はい、このぐらい合わせたね。海星くん、最後バター入れよう。はい、これを入れないとピラフにならないもんね。これはよくこれを最後合わせてください。はい、仕上げに焼いたお肉や野菜を盛り付けたら出来上がり。ホットプレートで作れるカレーピラフ、鶏肉も大きくてボリューム満点、夏にぴったりの一品です。いただきます。お肉にニンニクと生姜の味が染みていて美味しいです。ご飯はケチャップとカレー粉の味がよく絡まっていてとっても美味しいです。そうだね、この今日のピラフ、お肉も入ってて野菜もいっぱい入ってて、そして生姜、ニンニクも効いてるから、この時期には一番美味しく食べれるかもしれないよね。
お好みでレモンなんかをかけてね、食べてもいいよね。皆さんもぜひ作ってみてください。